応まあオーケストラっていう名前で音楽イメージしてピアノをイメージしてます、ね、中に今日のホタテが入ってます、ね。シンセではないですよ。あなんかどういう立ち位置なんだろう。お父さんの元同僚。あ、そうなんだ。どんな感じですか。どうしますかね。何でもいいですけど。はい。わかりました。じゃあ。はい。じゃあ、はい、これはどこにあるんですか。ここに多分なんかアンドルが来る。ああ乗ってくスタイルですね。開け嫁ですか。開け嫁で開けましょう。ありがとうございます。一応あのピアノなんで、発見と黒鍵なんていう感じで、ちょっとおしゃれに。なるほど。出ます。甘エビとキャビアと、それだと風味のシャワークリームと、やっぱ揃えたい感じ。そうですね。今、あ食べるでしょ。大変だ。これ なんでオーケストラなんですか。昔用してたその町に、音楽学校があったんです。はい。でそこでクラシックに初めて触れるんですけど、なんか音楽と料理って似てる部分があるなと思われたんですけど、料理って料理人が目の前で作ってると料理人が作ってると思いがちで、でもなんか生産者の方が含めていろんな方が伝わって一つだってできてるなって思って、それを含めなんかオーケストラっていうのを考えました。いや、壮大な壮大な思いがある。じゃあ薪焼き栗を発酵系の作りをちょっと発酵やスライダーです。アユの魚醤の照り焼きです。そうなんですけど、ちょうどオープンの下にいらっしゃった。なんかね、何回か持ってきたんですけど、こういうなんか違うなみたいな感じで持って帰っちゃって、それが繰り返されて、その日どうするのかなと思ったら、時間がきする。最終的にはそういう反応。これだけ覚えたんですけど、最後ゼッポリに、揚げパンです。イタリアの揚げパンです。ようやくですね、はい、黒キャベツのフレーバーで上に生ハム。700度ぐらいの炊いて、スコップで置き火ててこのぐらいの状態だったら炎を左側に動かしてそれで焼いてます、うん、なのでそこまで香りつかないんです。なるほど。まあ、しっとりやると、うん、イタリア料理ことごとくとしてちょっとそしたらどうなのって感じですね。結構イタリアンの星って謎のお店だよ。っていうか何なんですか、あの、うん、イタリアにやたら厳しいミシュラン。なんですよね。何なんですかね。面白い。何だか本当不思議。シェフはもう実は九州の長崎出身なんで、あのアゴダシって長崎特有のだし、今日はハクラックスで見える。このお皿はこのお料理のためだけに作りました。うん、出汁の元シリーズ。こちらがトルテニーブラウドというイタリアの北イタリアのお料理なんですけども、こちらのパスタをスープとして前菜の位置に入ってます、
でこちらのお出汁の中身が、こちらですね、焼きあごと昆布、あと長ネギと生ハムとパルミジャーノチーズが入ってます。で最後に鶏節で仕上げてます。鶏節か。はい、お出汁一番こだわりポイントなので毎朝6時間かけて増やして作ります。 SDGs チーズで、あのチーズもパルメザンチーズの中身使った残りの皮なんですよ。皮だけ使ってるんですよ。でハムも端っこなんで、ある意味喧嘩もかからず美味しいの、すげえ香りですねこれ。チーズ結構やっぱり香り強いですかね。でも和だけどなんかちゃんとイタリアンに着地してる感が。一応これがあのスペシャリティパンパン、生ハムですかこれ。生ハムとパルミジャーノ結構主張強いですね、はい、結構味しっかりしてですね、お酒に合う。一番下には発酵椎茸のピューレと九条ネギのオイルですね。で上には、巻きで焼いた椎茸を乗せまして、赤いだしのままなんですけど、最後仕上げにライムの皮を入れます。お父さん知ってます？ムクイエってなんかお茶屋、もともとお茶屋さんなんですけど、今椎茸がうまいもん。おいしいですよ。美しい美しい。刻んで入れちゃうだけだな。それがまた食感とやっぱ絶対的にこう噛んだ時の味にバンって香りが出るから、全然やっぱラーメン屋さんとかの九条の存在感です、ね、よくなんかアワビの肝とかに見れるじゃん。なんかでもこれうさぎ珍しく国産なんですよ。あ、国産なんだ。あ、来たの。あ、来たの。あ、来たの。うさぎの、白ワインで煮込んでます。で、ラディッキョ、ちょっと苦味のあるイタリア産を加えて、ご用意してます。で、上にベシャメルソース、クリームソースですね。少しあの薪の香りをつけてます。すごいパスタ、黄色いですね。器は面白いですね。面白いですね。イタリアの二つ星。長くいましたね、まあ、彼がイタリア7年ぐらいいたんですけど、そのうち5年のそこで過ごしました。で最後2年間はスシェルです。その時の、まあサンドミニコというのはすごい古いレースなので、そこのスペシャリティをそのまま再現します。ライブ感ですね。一応これがさっきのスープがチームのオリジナルのスペシャリティで、お店のスペシャリティパートを作る、これはまあ彼の修行先のスペシャリティですけど、まあ作り続けてもいいかな。
のイタリアで働いた時まかないでシェフが作ってくれて衝撃受けた。まかないでこれが出てくる。まかないこれなんですか。まかないで作ってくれる。めっちゃ愛されてますね。はい、二人でシャカ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 もめっちゃシャカシャカしてるよ。シャカシャカ止まんないもん。緊張ないそう。たまにしても硬いのとかあるじゃないですか。あれって何なんですかね。もっと硬いのとちょっとまちょうどいいのと。何だか違うんだろうな。水分が飛んでるっていうのもありますけど、ね、時間が経つとどんどん水分が飛んでる。そうすると香りがなくなっていく感じはしますけどね。しますね。結構白トリュフ選ぶんですよ。結構返しちゃうんで。返すってありなんだ。でも結構白と黒を同時に吸ってるとちょっとあんま経験ないね。だから香りがすごいこう混じってます。白の香りすごい。冷めちゃうとあれなので順番にお召し上がりください。あららら、じわじわいってるもん。崩しちゃって卵を絡めながらお召し上がりください。うわうわお口の中でなんか全部調和してソースみたいになりますよ最後ね。やっぱりこのなんかパスタの厚さと中身とのバランスがすごく口に残んないんですよね。薄いからかやっぱりこれは。そうですね、もっとなんか厚いイメージ。そうですよね。薄さが結構重要なおっしゃると思います。おいしい。キリキリしてる。最後みりんはマケイで九州から来て、旗を出来上げてます。林さんで、神経締めの名士で、女性なんですけど、神経締めの頂点って言われてるんで、結構、その教会で行くらしい。どういうやつで、まあ、右側700度で、左側で400度ぐらい。右が700度、左が400度。だんだんちょっと音楽テンション上がってきましたね。すいません。林さんの旗を巻き上げていたしました。白いのがユリネですね。ソテーしてユリネ。でスペインの、まあ唐辛子ピマンドエスプレッド、うん、で緑のソースは、青のりと春菊。なるほど。青のりと春菊面白い。青のりイタリアンって魚の骨から出し取るってことか。うん、まああるんじゃない。俺はしないけどあんまり。買い出しだ。日本の人は結構みんな結構多いんですけど、日本人にすごく相性がいい。まあ魚介だし。貝の出汁って分かりやすいですよね。貝出汁は親和性があるからね確かに。しじみあさりとか、うん、そうですね。さんの旨味を足すっていう意味では日本人の多分家にあったので、うん、子供の時から食べてる食事が結構脳に刻まれてるじゃないですか、うん、そうですね。分かんないけどね。水のお料理人なんで。そうなんですね。だし取らない。だし一切取らない。あ、そうなんですか。確かにあんまりなんかで、ニンニクも使わないし。無料ですね。旨味の出し方って本当にシェフによって全然違うんで、だからそこにアサリ入ってないのにアサリの出し入れることにすごい違和感を持ってるんで、そっちの方が確かに何を食べてるかは分かりやすいんですよね。なんかタイと菜の花のスパゲッティを作りますって言ったら、そこにアサリ出し入れるとタイとアサリのと菜の花のスパゲッティになっちゃうじゃないっていう感覚で俺は、あとそれとお客さんがどう思うかっていうのはまた別ですよね。そうですね。だから、うん、それは味の素の話と一緒で、どこまで突き詰めるかは自分のプライドというか、うん、ポリシーというか、そうですね。で結果お客さんにどう美味しいと思ってもらうかっていう、うん、そうですね、それをプレゼンするのも一つ の、うん、ね、レストランのあれだと思います、うん、ね、そういうニンニクもアサリだしも使わないパスタを出してお客さんなんか物足りないなって食べてて、こっちも何も言わなかったらそれだけで終わっちゃう。そこでうちの店のこういう、うん、こういうコンセプトがありますよ、うん、ストーリーがあれば、うん、人はあの直結しますからね、脳と明日って、はい、ちょっと救急使ってたんですよ。救急がちょっと枯れすぎてて、ちょっと
辛くて使うそんなにもいんですけど高いでしょこれ。これ家にあったら嫁から持って帰るし。一個さ家に行って飲む時間なんかあるんですか。え土日は飲みますよ。あ子供の土日は一応家、はい、一応家なので土日は賢者タイムです。賢者タイムですね。言い方と生姜とミントが入ってます。なんでモスコミュールですとかあのモヒートのような感じでウォッカをちょっと入れていただいて、まあ、カクテルのようなイメージで召し上がっていただくと美味しいかなと。飲まないですか。かけないで。うん、あ、これ下まではないんだよ。ちょっとこれもうパーティー系ですね、これ。映像時間どうぞ。映像時間。はい。します。美味しそうだよ、マサオ。マサオが初めて食べる。これもシャカシャカだもの。でこちらが、江戸時間のロースですね。こちら巻き焼きで周り香ばしく焼いて中は肉汁を残して一人で焼き上げてます。ソースが江戸時間のソースに、ブルーベリーとカカオを合わせてます。で付け合わせのじゃがいもなんですが、こちらが2年熟成メイクイン。肉汁が全然出ないんですよ。休ませると均等に入るじゃないですか、はいはいはい、そうすると肉汁が中で全体に動いちゃうっていうような気がする。でこれって芯の方がやっぱり一番レアなんですけど、グラデーションができる代わりにその全体にこう肉汁が動かないから閉じ込まってる。そうですね。だから味はこれ一応クライマックスってことでいいですか。激しい。一応季節で書いてるんですけど、冬が盛り上がりやすくて、どうしよう。バトルシーンみたいなやつだよ。食べたいですね。これから茹でるんでグラムも選べます。うちみたいな店だったらコースだと40グラムぐらいなんですけど、別に80でも100でも120でも作ります。僕40、49。私も40いきます。はい。僕80。お、行きます。おすごい。僕も同じく80でやります。はい。60かな。フレンチがちょっと面白いのが、パスタ作るのちょっと苦手なんですよ。そうなんですか。美味しくないんですよね。あれ何なんですかね。ソースにしちゃうんですよね、多分結局考え方的に。フレンチっすね。でも、ムラがいいんですよ。まあ、よくあの、そう、イタリアンって。なるほど。ここを食べると、ここ食べる。でもフレンチって一緒にしちゃうんですよ。なるほど。均一にすると。均一にしちゃう癖があるから。だから多分多いんだと思います。さらにラストライフもブルゴーニュペペロンチーノ80年90年これ自家製の柚子胡椒みたいな感じで有効っていう柑橘で作った有効胡椒です。有効って長崎の柑橘があるんですけど香りがいいですね。ニンニクは塊のままで1時間か2時間ぐらいずっと低温で火を入れて、うんコーディみたいにして、で、それを最後に、はい、一番このね、ペペロンチーノ出してくれるなんかお客さん静かなんですよ。2分の時じゃん。ヨーグルトのココナッツ上にバスクスタジオのメニューで、イチゴは少しローズね、ローズの香りを、うんこれ教えてもらって、そのメレンゲをこの炎で軽く焦がしてからお召し上がりください。この先端を、はい、この炎の先の方まで回しながら焦がす。あやら、うやら、うわ、エロ。それで、そうすると香ばしくなるので、いただきましょう。カイコ29歳。いやー今日はおめでとうございます。Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Don't know if life is a small part.Something greater. And when you get off this raging horse, sings to whatever.
Don't know.